ですチビリアンはなんか結構この連休の間とか映画をなんか見たらしいっていうことなのでまあでも結構っつっても2つなんですけどね <laughs> 私の中では結構なんですよ <laughs> 結構だってえ <laughs> 映画館まで行って見たわけだろ <laughs> そうそうそう,そういや結構なことだよ大したもんだよ <laughs> その行動力にあっぱれだよ<や> <laughs> <laughs> あっぱれつきたいと思いますよ。やべえ映画2本見ただけで褒められた。<laughs> 映画2気取りで喋ってみてよ。<laughs> <laughs> すごい嫌だな。すげえハードル上がったわ。<laughs> まずはまずは何何を見たのまずはですねえっ、ー、とあれです「シングを見に行きましたアニメのやつだよね。アニメで吹き替え版で、うん、ほ,うほ,うほうほうほう。えっと「うっちゃんなんちゃ」の「うっちゃんが」が、うん、主人公のコアラに。 ちゃんが何声やってんだ。あ、そうです、そうです。それを見に行きまして、で、結構な有名どころが、まあ、うん、声を当ててるんですよ。吹き替え版だと。まあ、定番の山寺宏一さん。は,は,はい、はい、はい。と長澤まさみ。おお。うん、うん。あと、えっ、ー、と、ほんといっぱい出てたんですけど。<laughs> うん。結構じゃ、芸能人も出てるパターンのやつだ。そうです。隙間スイッチのボーカルさんとか。へえ。 でまあ歌が歌がテーマというか、まあ、そうだねそう「シング」っていうぐらいなんで<ー>なので、うん、歌がうまい人がたくさん集まってる映画なんですけどそれはやっぱりじゃあ吹き替えの人がやっぱ歌ってるんだそう、えー、じゃあ雪穴タイプのやつだ穴雪ね穴雪かああ <laughs> <laughs> 雪穴って<っ> <laughs> 結構でもさほらあのー、映画によっては歌の部分は吹き替えになってないってやつあるもんねいやそれがね今回はみんな歌ってるんですよってことはじゃあ歌唱力があるメンバーが揃ってたわけだなそうトレーンの斉藤さんとかねあ歌うまいもんなそうあと坂本真也ちゃんとか<ー>あとまあもちろん宮野真守もちょこっと出てたし<ー>ちょこっとっていうか出てたし まあ声優さんとかそういう出てるメンバー楽しみで見に行ってもじゃあいい感じなんだね。川口強吾も出てた<ー>あと圧巻なのがミーシャですね。うん、へえミーシャ。<laughs> ミーシャながか普段の声めっちゃ可愛いし<ー>歌がマジでやばかったんですよ。まあ歌はうめえわなハ、ね、ードルで。映画館 聞くとあ<ー>まあサラウンドじゃないそっかそっかミーシャの時だけもうなんか鳥肌が立つぐらいそれでもさ歌以外の部分は普通のセリフを喋ったりするわけだろうそうですそうですその m i が普通のトークしてる部分っていうのが逆に興味あるけどいや <laughs> それもそれもちょっといいんですよなかなか聞いたことないからねそうあんまりなかなか聞く機会がないから余計,余計そのギャップがねそう これかって思ってなるほどなそういう楽しみの楽しみ方のある映画なんだいやだからねこれはね見に行く価値があるというかしかも映画館で映画のサウンドで聞くとなおのこといいってことだなそうん<ー>そうなんですよすっごい面白いんですよそして内容もそれ映画自体はその何オペラみたいな感じなのいや全然 普通にストーリーがあるんだちゃんとあります普通にそのうっちゃんがやっている何ですかねあれ劇場なのかなをテーマにしているでもうそろそろ本当にお金払わないとなくしますよって言われちゃってる状態から始まるんです若干ネタバレなんであれですけど劇場を立て直してくみたいなストーリーもそう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 でその劇場に出てきて歌うシーンがあるわけだそうです 劇中劇見たくなってるわけだなそうですオーディションシーンとかもあるんですよその声優さんとか歌うまい人たちが披露する <laughs> お膳立てがすげえよくできてるわけだな言い方い <laughs> いやいやそうだけど見てる方としてはやっぱほらそれ楽しみもあるわけじゃんそう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 ,そうなんですよなんかだから全部面白かった、うん、ディズニーが作ってんのいや違いますあのミニオンズの ところなんでなんはいんだっけイルミネなんだっけ,イルミ,ネなんだっけミニオンズそうかじゃあそっちは吹き替えで見た方が楽しいパターンのやつなんだなでも知ってる歌が結構出てくるから全然なんか字幕版でも楽しいと思うんですけど両方っていうかまあ吹き替え版の方をおすすめしますあんまでも山寺さんが歌ってるイメージがそんなにないけどね えでも結構ディズニーとかでも歌ってますよそうなのうんディズニー見ないからあんま分かんないんだよねそ,そこそこうまそこそこ歌ってますへえ<ー>でめちゃめちゃうまいですうまいんだやっぱりうん <laughs> 逆に声優さんでオンチな人っているのかねえーっとまあいますねそう何が違うんだろうなその同じ声の仕事をしててさそのうまい 歌がが上手手いい人人と下手な人がいるってね耳の,耳の問題もあるんじゃないですかそのだから結局それは普通の人と一緒で音痴な人ってやっぱり耳が聞こえないとかじゃないですけど耳が音,音程っていうかまあ絶対音感的ななことだよなそうそうそう音感があんまりよく取れない。 はあ、でも声優さんやってりゃ音感取れてそうなイメージだけどなみんながみんなこうんどうかな違うんかねそのセリフを覚えて喋るのと歌を歌うそのノウハウっていうか脳の仕組みっていうか、うん、使ってる部分がね多分違うんだと思いますね歌が下手な生産は私何見てきてますからね <laughs> 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 なんかもニョもニョしてるけどこう個人名を出しづらいあれか <laughs> いや私は別に言ってもいいし本人が<ー>本人がそうもう下手だって言ってるからまあ別にいいんですけどまあでもな別に歌が本業じゃねえからそれでいいんだろうけどな、うん、上手うまい人もたくさんいますけどね 逆にさそのほら歌手やってて歌は上手いんだけどその演じると下手っていう人もやっぱいるでしょ、ね、もちろんもちろんそれはその方が多いんじゃないですかなんかそれは不思議だよな両方できる人と片方しかできない人がいるってのかなうんでも声当てるってすごい難しい作業だと思ういやーそれは本当仕事としてはすげえ声優さんって本当すげえ仕事だなと思うようんだって、うん 顔も表情も出ないから感情の入れ方って声に託すしかないじゃないですか感情をそ,うだよ、ね、それがめっちゃ大変だと思うあのやってきてない人はうんそのでも結構お笑い芸人の人が出てるってことはやっぱ声優さん向きでもあるんかね演じるっていう意味ではうんまあほら例えばほらトレンディエンジェルなんか漫才やったりしてるわけじゃもともとん。元々 声で演じるっていうことが近いんかなんだ漫才の中でやっぱ役柄を演じたりするわけじゃん、うん、でもやっぱ動作がつくじゃないですかお笑いだと <laughs> そうしかもなハゲっていう一番の武器を <laughs> 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 そうそうそう <laughs> そう考えてみたらすげえな <laughs> いやすごいんですよだからだからすごいんですよ <laughs> ちゃんとその演技だけで勝負してきてるってわけだもんねそう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  じゃあそれで成立してるってことは演技力があるんだなってことになりますねハゲだけけで笑かしててるわけじゃないってことだよねまあでも斎藤さんも良かったし、うん、あと長澤あなんかそう長澤まさみって前にもなんか他の映画で声優やってたと思ったけどそれも評判良かったんだよね確か。 うん、女優さんの中で声優がこうバッチリハマるタイプの人っているもんね。まあそれで言ったら松田加校なんかもそうなんだろうしね。確かに。そうなんですよ。なのでもし機会があってまだやってればいいね。それ聞いたらちょっと映画館で見てみたいと思ったわうん。そうそう。それは本当にぜひ。うん、でもう 本はもう一本はですね「夜は短し歩け乙女」ってやつを見に行きましてこれはですね本当に私は絶対に行くって決めてたんですよ。<ー>というのも2011年だったと思うんですけどあのフジテレビの「野板みな枠」っていうアニメ枠あるじゃないですか。あれで「四畳半身話体系」っていうまあそれも森幹彦の小説で が原作なんですけどそれのアニメをやっててそれのキャラデザが中村悠介なんですよあーイラストレーターのそう<ー>で私はそれそんなの見るしかないじゃんって思って見てたんですよなるほどねそう味ンのジャケットの人じゃんみたいな <laughs> まあまあそのイメージだよな <laughs> そうそうそうそれで でもこれは絶対見るアニメって思って見てたらなかなか難しいんですけど<う>なかなか面白くてそれが何回か見るうちにだんだん分かってくるんですけど <laughs>、うん、最初「何やってんだこのアニメは」っていうなんか一周しただけじゃ何もよ,よく分からないまま終わるみたいな感じのアニメでだから多分なんかそこまでその当時どんぐらい人気あったのか知らないんですけどでも本当に面白いアニメだったんですよ。 で、それのスタッフがまた再、何、集結して、今回の夜は短し歩け乙女、制作したんですけど。一夜のストーリーなんだろな、そのストーリー自体が。一晩の、一晩で、いくつものストーリーが繰り、並行して繰り広げられていくんです。それがすごい、しかもちゃんとまとまりもよく、まあもちろん、絵もよく、 星の源ととが出てるとうもうね星野源はもうただ可愛いじゃないですかもはや存在が可愛いから <laughs>、うん、演技どうこうっていうのはもう無視して見れるっていうかでもでもすごいあの合ってました声優さんとしては珍しいというか初ぐらい初なのかな 役者をやってるのは知ってるけど、そう声優さんとしてね、今までやったことはあるのかね。調べてみようと。じゃあヒロインが花沢からなんだ。うん。うん。そのね、かなちゃんもまた超可愛いんですよ。<ー>あとね、何何よりも見てほしいのはですね、ロバートの秋山が出るんですよ。出てるんですよ。<laughs> そうなのもうね、そのシーンだけでもう十分。 お金取っていいいレベルです面白いんだいやもう最高でしたね私もうそこのシーンだけに1800円払えるって思いましたはい。<ー>ぐらい私はロバートの秋山のところが好きです秋山のとこっつって声だけだろ <laughs> いや声だけっていうかそのキャラクターもおかしいんですよへえ<ー>パンツ相番長っていうそそのでもじゃあ <laughs> キャラにぴったりの声なんだいやもうもうもう最高に面白かったです そこだけでおすすめできますね。じゃあ何？く,くりとしてはギャグアニメなの？<laughs> ギャグでもないけど、うん、まあお笑い要素はあります。てかテンポがいい。なんかコント番組ぐらいのテンポ感というか。なるほど。でな、そう内容はなかなか喋りづらいんですよ。<っ>ちょっと。 確かにな全然内容一切出てこないもんね今話しててもそのだから結局一晩で4つぐらいのストーリーが一緒に動くんでうん、うん、全然話せないなこれ <laughs> 見てもらわないとなかなか難しいんですよね <laughs> っていうかね多分言っちゃうと全部がネタバレになっちゃうんですよこれはじゃああんま知識を入れていかないで。 知識を入れたかないで見るのと、うん、あと一番のおすすめはその「四畳半神話体系」っていうのを見てから見て世界観を知ってからの方がいいかもしれないなかなか独特の世界観なんですよ。その半神話体系は確かにかにで見れたんだよね、うん、もし見れるのであればそれで見てもらいたいし多分それを全11話だったかな。 全 <laughs> 11話を見ても全然意味が分かんないかもしれないんですよ。えええ,えって途中でな、な、なんだこの展開はっていう感じの流れになってて。なるほど。そう。なので、まあ、2回ぐらい見てから。<laughs> ず,ずいぶんかかるな。<laughs> いや、でも見なくていいですけど、あなんか、まあ、11話見て、ああその夜は短しの映画を見に行ったときに、うん、あーっていうな、なんか。 なるほどみたいなのがあるんだそうなんかこことここつながってんだみたいななんかそういうのがへえー、それ面白そうだなそうなんですよ言っちゃうとネタバレになっちゃうのでその2つをじゃあチェビリアンのおすすめってことではいそういえばあれは見に行ったのチェビリアンの「ララランドは」はいやそれが見に行ってなくてですねもうでも公開終わっちゃったかな しかもなんか「ララランドどうでしたか?」みたいなことを会社の人にこう聞いたわけですよ。<laughs> なんか映画好きの人が1人いるんでその人に聞いたら「あんま見に行かなくていいんじゃないですかね」って言われて <laughs> <laughs> なんか意見が二分してるよな。<laughs> いやそうだから <laughs>。面白いっていう人とも何が面白いのか分かんないっていう人がいるからさ。そ <laughs> そうなんかそれで うん、それ聞いたらやっぱそうやって言われると人ってまあいいのかなって <laughs> 見に行くテンションって下がるじゃないですかあのほらドラムの映画撮った人でしょあのなんだろうあっそう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 なんだっけなんだっけなあれ,あれあれあれ名,名前出てこねえな「TT」ティーとか「セッション」「TT」とかなかった <laughs> 入ってんねんけどな <laughs> <laughs> そうそうであれな、ね、セッションがそのネットフリックスか Hulu にあってちょうど見たばっかだったのよ「ラ・ラ・ランド」を公開してる時期にさでまあまあセッション面白かったからああこれ同じ監督やってるんじゃ見てみようかなと思ってたんだけどちょっと過ぎちったなでもなああいう映画だから映画館で見た方がいいんだろうなと思うんだけどね本来はね やっぱこう音楽全面に出してるやつは映画館で見てえなと思うもんななんかあの私本当に映画を見ない人なんで、うん、あでもチベリアンあれだよセッション見たら泣いちゃうかもしんないよいや私なあれは泣くと思う <laughs> 悪い意味で <laughs> <laughs> いや泣くと思うあれは途中までほんとストレスたまるわ <laughs> でまあ、最後に大どんでん返しがあるよとは聞いてたけどあこういう意味でのど,どんでん返しなのかってまあもやもやする部分すげえあるけどね<ー>まだ見てないんだろいや見てないですよ、まあ、ほらチブリアンはなん吹奏楽部やってたんでしょ、うん、だったらなおさらちょっとこう感情移入しちゃう感情移入しちゃうと思うマジかやーべえなーあのピリッとした雰囲気ああ それがまあすげえ極端にこう出てるからねまあうん当体育会系みたいなノリだからねあれはでもちびれん見たらすげえその最後の結末はすげえこう <laughs> どっちに行くんかなってのは俺興味あるわその「こんな終わり方ないです」っていうんかああなるほどあいやーこれがいいのかなっていうえ見てみようかないやああれは絶対ちびれん見た方がいいよじゃあちょっと 次の池袋の収録の時までに見てそうだねまあそういう a z o n プライムビデオにあったらいいなあるかもしんねえないなちょっと調べてみますね<ー>ちょっとメモっとこそ,その鬼教師がだからね「ララランド」に出てたらしいからさそれも含めてちょっとね楽しみだったんだけど。 んかでもなそのあらすじだけ見ると面白そうだったんだけど意外と見たらつまんないって言ってる人が <laughs> まあでもなその人の意見聞いてそうそうあれじゃダメだけ、ね、自分で見てやっぱりな,な判断しないとただなんかこうやっぱりああやって注目されてる映画ってテレビでも取り上げられる回数が増えるじゃないですかそうだねでやっぱり取り上げられる回数が増えるやつってそこで満足しちゃって まあそれもあるんだよなそうなんかまあ見に行かなくていいかなとか思っちゃう見た気になっちゃうっていうかねそうなんですよそれはあるなだからなんかあ<ー>まあディズニー映画に関しては穴行きとか見に行きましたけど、うん、テレビでやってるの見てああまあいいかなとか思っちゃったりとかしちゃうんですよねあれ前フジテレビかなんかでその穴行きやって最後にすげえ 変な画像っていうかそのスタッフがなんかあれだろそう品縮買ったやつでしょ <laughs> 歌ってるシーンみたいなのが流れてすげえ品縮買ったっそうもうな何余計なことしてくれてんだっていう感じだと思いますよ<笑><笑>あのでテレビで映画やるときたまにそれがあるんだよなねあとあれもでしょバルスもでしょ そうバルスまであと何秒みたいなやつかそう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  <laughs> 純粋に映画楽しんでる人いらないからって思って。ああ、な悪そうしちゃうんだろうな。うん、なんかあのツイッターのそうをテレビに持っうきちゃうみたいな、ね、そうね。そうあれはうくない。悪い意味でね。あれはそくそうそうそうしかもなんかそうそ、ん、とといいうそ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 かそうそうそとそう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  映画はいらねえわな映画はいらんなんか余計なことはしなくていいんですよ、うん、あのニコ動なんかでもさそのアニメの1話目が無料でこう配信とかされてたりすんじゃんうんうんうんあれとかもやっぱコメント消すもんねい消す消す <laughs> 頭入ってこなくなっちゃうからねうそうそうコメントいらないんですよ一人でまず見て まあ、それ2回目見るとかだったらさコメントありでその、ね、楽しめるかもしんないけど、うん、一番初めの第1話の入りでさ <laughs> 余計なことしてくれるなってちょっと<や>思っちゃうもんね。<laughs> と思うだから絶対コメントつけないあまああのノリだよなあのノリテレビが間違っちゃうんだよなあのノリをな、うん、そうはいらねえんだよな,なんか最近のテレビはねネットに頼りすぎてるそれはあるな。 なんか普及してるから仕方ないっていうのはわかるけどオリジナリティに欠けますねまあ特に映画なんかな何も手加えずにただ流してくれりゃ一番いいんだけどなうんおげんさんはおげんさんってやったじゃないですかこないだあじゃあそれはあれだな次の <laughs> 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 ここで話しちゃうとなまたそのあれになっちゃうからな <laughs> じゃあちょっとじゃそれは置いといてということで今回はだからね、まあ、チビリアンが その映画を見てきたっていうお話でしたけどまあぜひねあの機会があったらセッションを見てもらってはいその元吹奏楽部の意見としていろいろそうですねおん、まあ、聞いてみたいなっていうところはあるしまあほらちびりん自体もねたまにジャズとかね聞いたりしてるから感想とか出てくるんじゃないかなと思いますんで、うんはい、あとはあれですね浅川津さんも機会があったらシングはい 話聞いてるとちょっとなシングは面白そうだなと思っちゃうなぜひ<非>劇場で劇場で、うん、分かりましたはい <laughs> <laughs> ということで、えーね、チビリアン久しぶりに映像 <laughs> 映画評論家のチビリアンがお,すすお届けしましたお届けしました <laughs>